最新の台風情報をお伝えします。台風14号が発生しました。早速雲の画像を見ていきます。衛星画像を見ていきますと、フィリピンの東の海上、この渦を巻いた雲が台風14号の雲です。この熱帯低気圧台風に発達をしまして、台風14号となりました。この台風14号の詳しい情報を見ていきます。台風14号は今日7日の9時現在でフィリピンの東の海上にあって、時速約20キロで西北西へと進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。この後台風は西寄りに進んで、あさって9日の朝9時には強い勢力まで発達する見込みです。その後もこの台風西寄りに進みまして、11日土曜日にはさらに勢力を強めて先島諸島の南の海上へ進むと予想しています。この台風ですね、予報円が大きくなっています。12日日曜日朝9時の予報円見ていきますと、このように大きな状況となっていまして、仮に台風がこの予報円の中心よりも北側の方を進んできますと、先島諸島に近づいてくる可能性があります。台風が接近しますと海上では高波、そして大雨、強風、暴風などの恐れもあります。今後も最新の台風情報を確認するようにしてください。以上、予報センターから最新の台風情報をお伝えしました。